願いします。大変お待たせいたしました。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより本日のスーパーワクワクライブトーク始めさせていただきます。このフラットスポットという場所は気軽にフラット立ち寄れて、著者や編集者の方と読者の皆様がフラットにつながるという願いを込めたコンセプトのもとに作られた場所です。本日のお客様はこの度総合法令出版から出ました美人は椿で作られる、こちらの著者スカーレット西村さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。トークのお相手は編集者大島えりのさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日はたっぷりとお話を伺いたいと思います。はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ先生いよいよ始まります。よろしくお願いいたします。今日は、ね、準備をされてこられたと伺いましたけれども、はい、よろしくお願いします。今日はですね、スカーレット西村先生の美人は椿で作られるの本についてお話をしたいと思うんですけれども、割と美容のことについてお聞きになりたいなっていう方って どれぐらいいらっしゃいますか。こうなんていうか、シミで悩んでいるからどうしたらいいのかしらとか、椿オイルは知ってるんだけどどうやって使ったらいいのかなとか、その辺に興味がある方っていらっしゃいますか。どうもありがとうございます。じゃあ今日は全般的にお話を伺うっていう形でさせていただきたいと思います。はい、ちなみにこの中ですでに椿オイルをお試しになったことのある方ってどれぐらいいらっしゃいますか。半分ぐらいですかね。どうもありがとうございます。じゃあまだ試しておられない方もいらっしゃると思いますので、先生に魅力をたっぷりお伝えいただきたいと思います。はい、では今日最初の質問なんですけれども、はい、なぜ先生この本でですね、はい、椿オイルを美容法を広めようと思ったのかっていうところをまず伺いたいんですけれども、はいはい、皆さんもそうだと思うんですけど、はいはい、美容法ってあまりにもいろいろありすぎて、はい、実際どれが効いてるのか、どうしたらいいのかっていう迷ってらっしゃる方すごくいらっしゃると思うんですね、はい、私もいろいろなことをやってみて、うん、気持ちは高いものを使うとなんか良くなったような気がする、でもそう本当にそうかなとか、いろいろそういう迷いの中にあって、はい、本当に効くものってあるのかしら、本当にこんなものが必要なのかしらっていうところから、いろいろ教室の生徒さんのこともあるんですけれども、はい、自分自身もいろいろ迷いがあって、うん、肌のことや本当に必要なもの、本当に何が一番美容になる、美容としての効果を生むのかっていうことを考えて研究して、うんうん、そしてたどり着いたのが椿オイルだったんですね。で、椿オイル本当に肌のことを考えると、これだけでいいっていうこと、それから私だけじゃなくてたくさんそういうのを使って来てくださって、ますます綺麗になっている方がすごくいらっしゃるので、はい、これには、はい、自信が持てる、うん、これはもっと皆さんに知っていただきたいっていうことで、うんうんうん、椿オイル美容法を皆さんの、うん、もっとたくさんの方の目に触れるように本にさせていただきました、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ちなみに先生いろいろな化粧品を研究されたっていうことなんですけれども、はいはい、今だと割とココナッツオイルとかオリーブオイルとか、はいはい、他にもいろいろオイルがあると思うんですけど、はい、その辺と椿オイルの違いってどういうところにあるんでしょうか。オイル、椿オイルの美容法はオイル美容法ではないんですね、はい、だから、はい、それぞれいいことはすごくあります。ココナッツオイルは酸化しづらいですし、モデルさんが、はい、おっしゃってすごくそれが評判になったりはしてるんですけれども、はい、それはわざわざ保湿をさせるためのオイルなんですね、うん、でも椿オイルのオイル美容法っていうのは保湿のためではなくて、はいはい、私たちの減っている私たちに必要な皮脂を補うだけのものなんです。だからもっとフラットにナチュラルに、それを足すっていうだけのことなので、はい、オイルで保湿する、オイルでメイクを落とす、オイルでなんとかっていうことではなくて、椿オイルが単に皮脂に近いから椿オイルを使うという美容法なので、うんうんうん、他のものとは全く違い
と思っています。なるほど。ということはこう人間の皮脂に近い成分が椿オイルにはあるという。そうですね。本の中にも書いてますけれども、うんうんはい、もちろんオリーブオイル、はい、あの等にもすごくあるんですけれども、うんうん、椿オイルはその中でも一番優秀な皮脂に近いオイルということで、うんうん、椿オイル美容法を私は皆さんにお勧めしております。なるほど、ありがとうございます。あの皮脂に近いという話が出たんですけども、うん、一方であのオイルっていうとこう塗ることで日焼けをするんじゃないかっていうあのお声もあったりすると思うんですけど、そのあたりはどうなんでしょうか。椿オイルは、うんうん、あの実際五島、うちのは五島のオイルなんですけど、漁師の、うん、漁師の、はい、あの方の奥様たち本当に肌綺麗なんです。確かに少しは日焼けはしてらっしゃるんですけど、はい、日焼けで一番いけないのは、はい、その肌老化を もたらすってことで、うんうん、シワが増えたり、はい、あのっていうことがすごくそこに直結しちゃうんですね、うん、日焼けっていう、はい、ただそういうことは全然ないんです。朝黒くとっても綺麗な肌なんです、うん、でなぜかというと、うん、椿オイルは紫外線拡散効果があります、はい、紫外線あの私たちが普段使っている日焼け止めには紫外線拡散効果と紫外線吸収剤っていうのの2つがあるんですけど、はい、吸収剤はほとんどが合成のものです、はい、で拡散剤っていうのが、はいまあ、ほとんど、ね、天然のもので、うん、あの紫外線 B 波に関しては、うん、椿オイルは紫外線、うん、あの B 波に関しては防止効果があります、はい、あなるほど。防止効果っていうのは日焼けを防ぐっていう防ぐ効果です。すごく強いわけではないんですけど、はい、強いものを使うよりも、うん、きっとその上になんかファンデーションとか紫外線、うん、あの UV15 とか20とかいうのをその上に塗られると思うんですね、はい、そしたらもう最初に肌に一番近いところにあんまり強い、はい、あの50だの何だのっていうのを使われるよりも、うん、椿オイルである程度ラッピングして、うんうん、それから上に塗られると、うん、それで十分に日焼け止め効果はあります、はい、ちなみに私は朝、はい、あのまあ犬の散歩に素顔で出て、まあ、娘に怒られるんですけど、素顔で出る時も顔を洗ってオイルを塗って、はい、それで出ます。それでほとんど日焼けはしないですね。今ね先生のお口からラッピングっていう言葉が出られたんですけど、うん、その結構こうベールの役割を果たすっていう部分もあるんですかね。もちろんそうです、うん、あのなぜ皮脂が必要かっていうことは、はいうんうんうん、そこであのいろんなものをプロテクトするために必要なんですね、うん、だからやっぱりあの異物を入れないために、はい、そこに皮脂が必要で、うんうん、その皮脂によく似てる椿オイルっていうのはそれを、うんうんやっぱりそこでラッピングするっていうことになるので、うん、ああなるほど。あの実はねあの私もこの本を担当させていただくようになってから先生のオイルを使わせていただいてます、はい、で今まではこう洗って化粧水、うん、乳液でその後にあの日焼け止めを塗ってたんですけど、うん、結構やっぱ乾燥していたんですね。それを先生のオイルをあの水の後に塗って、うん、その後に日焼け止め塗るようになったら結構あのしっとりするようになってきたので、うん、そのしっとり あの正体っていうのはその皮脂ってことなんですかね。なるほど。で実はあのこの今回この本ではあの椿オイルって全身に使えるんだなっていうことが分かったんですけれども、はいうん先生のおすすめのなんていうか洗顔法だったりとか、はい、こうありますか。はい、はい、あの私はもう、うん、あの石鹸洗顔は必要ではないっていうふうに思ってます、はい、先生石鹸っていうのは洗顔フォームってことですか、うん、そうですね。あのほとんど必要ないと思ってます。よっぽど、はい、あの皮脂の出が多い10代、うんうん、20代の方なら必要ですけれども、それ以外は必要ではないと思ってます、はい、それはなんでですか。あの油は油で落ちるんですね、はいうんうんうん、で石鹸成分というのは油とアルカリ剤の混じったもので、はいうんうんうん、顔の中の皮脂は椿オイルの油で落ちますよね、うんうんうん、そしたら後に残っているものは本当にいらないもので、はいうん、それはあの皆さんがあの、はい台所 あの食器なんか洗われるときに熱いお湯であのお湯で洗えば熱くなくても、うん、お湯で洗えば、うん、結構残った油って取れていきますよね、うん、それと同じなの で、ねはい、私はあのもう一つ椿オイル美容法と一緒に、うん、あの温冷美容法っていうのもこの方に書かせていただいてますけれども、うんはい、あのぬるま湯まあ、で洗っていただければほとんど落ちるので、うんうんうん、それであの十分あの、
汚れっていうものは落ちますし、クレンジング効果はあると思っています。あの本の中に結構33度っていう温度を書いてるんですけど、この33度っていうのは何かやはりこだわりがあるんでしょうか？ありますね。あの33度っていうのは、ちょうど皮脂が、溶け出す温度、バターが溶け出す温度、皮脂が溶け出す温度なんですね、溶けてこないと、やっぱりそこにくっついたままになるので、溶け出す温度が33度、はい、32度だったり、33度だったりということなんですけど、その方の肌質によって少し温度が高い方もいらっしゃいますけど、一応、ぬるま湯っていう感じのものを使っていただければ、その方の余分な皮脂、表面に出て酸化した皮脂を十分に落ちていきます。そうですか。逆にじゃあ38度とかだとどうなっちゃうんでしょうか？高すぎると、いつもね、じゃがいもの話をしちゃうんですけど、もともと主婦だったので、暑いのでグラグラとこうやっちゃうと、外はこう溶け出して中は硬かったりするんですね、溶けちゃうんです。やっぱり皮膚に、皮膚が、余計なものが取れすぎちゃって、結局、必要なものが残っていかない。だから、ちょうどいい温度、ちょうど汚れが落ちて、そして肌を傷めない温度、もちろん今熱いお湯でやって、ちょっと、ホットショックっていうのがちょっと流行ったりしてますけど、それをやり続けると、半ばちょっと火傷状態で、ちょっと赤い顔になったりする方もいらっしゃるので、一番それが、いい温度だと思ってます。なるほど。ちなみにね、女性だともう40とか超えてくるとシワが怖いっていう声を聞いたりもするんですけど、シワの原因っていうのはそういう洗顔と関わってたりするもんなんでしょうか？シワっていうのはもっと、表皮と真皮のうちの真皮の状態によってシワはできてくるんですね。で、真皮は、真皮まで届きます、コラーゲンが真皮まで届きますっていうのは、そこまで届くわけないんです。表皮でみんな、表皮で全部跳ね返して、表皮で守られているので、中まで入ることはないんです、で、真皮をじゃあ鍛えるにはどうしたらいいかっていうと、無理やりいろんなものを角質を壊して中まで入れるっていう方法もありますけど、そうすると角質が荒れちゃって、後々がどん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 肌荒れ状態が続くので、それよりも真皮を元気にしてすることが必要になってきます。で、真皮を元気にするにはどうしたらいいかっていうと、真皮には血液とか、それからリンパ液が流れてて、それが上手に流れていけば、どん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 栄養分が入ってくるし、どん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 新しい新陳代謝ができて、肌が老化していくことを防げるんです、なるほど。で、シワも少なくなる。シワも。ちなみに先生が日頃からやっておられる、その防止法とかっていうのはありますか？特別、本当に、もう日々朝と晩と、そのリフトアップ洗顔っていうことをやるのと、それからこすったりしない、それからもう、この前ちょっと地元のテレビ局の方が、うちの紹介で、モデルの方がちょっと、その湘南ケーブルの方が、モデルの方がちょっとその方法をなさったんですけど、本当にそんなにこすらないでっていうぐらいコットンでも本当にこすっちゃうんですね。で、それがもう普通のこと。私は押し拭きをして十分取れますよって言うんですけど、どうしてもこうやって拭ってしまう、先生、ちなみにそれ押し拭きっていうか、そのこすってるっていうのはメイク落とすためにこすってるってことですか？メイク落とすためにこすってる。それからファンデーションを塗るにしても、それからオイルをつけるにしても、こんなしなくていいんです。ぐーっと押していけば十分入っていくのに、これをこうやって入れちゃう、そうすると結局肌に摩擦を起こして、摩擦によって肌が傷んでいく。肌はね、本当に大事に大事に、まっすぐこうしてあげれば傷まないんです。これをこうやってこすっと、どん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 傷んできちゃうんです。もう優しく優しく肌に当たってあげたいと思っております。ちなみに先生は、美容研究家としても活動されてるんですけど、同時にお教室を開いておられて、メイクとか洗顔のやり方とか教えておられると思うんですが、生徒さんの中には結構やっぱこすっておられる方も最初はいらっしゃるんじゃないですか？いましたね、それで、すごく赤くなってて、どうしてそんなに赤い顔してるんだろうって思ったら、その方のやり方を見たら、やっぱりこすってる力が強い、ファンデーションの塗り方にしても、ファンデーションも本当に、軽く塗ってこう抑えればいいものを、どん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 こうグッとやる、やっぱ力の入れ
具合がすごい強い。そうすると、うんうん、ここのところ特にはい、あの胸骨、あの骨がありますよね、はい、この骨の周りってすごくシミができている方が多いんです、それはそこを一生懸命すると骨との摩擦によってそれだけダメージを受けて、ダメージによるシミがここら辺にできやすくなってくるので、あの物理的なシミの方が、あの日光とかものや化学的なシミよりももっと取れにくいです。もっと深いところにあるので、優しく扱っていただきたい。ありがとうございます、はい、優しくっていうのが、ね、ポイントかと思いますが、あと先生もう一つシミをなくす方法があるんですよね。本にも書いていただいたと思うんですけど、はい、あのアイスキューブマッサージ。はい、そうですね、はい、あの温度差で、あのぬるま湯、あのぬるま湯で水でって言って、あの温度差洗顔っていうのをお勧めしてますけど、今度はね、あのそこに氷、あのアイスキューブっていうのはあの冷蔵庫の氷です。冷蔵庫の氷でもっとこう冷やしていただく。そうするとキュッと、あの、うん、もっと肌が毛穴が締まります、うん、毛穴が締まるし、血液もあのぐっとそこのところで締まって、血管も締まって、そしてそれが緩んだ時にバーッと流れていくんです、そういうことを利用して、シミやそれからニキビとかなんかもそこに押し当てていただいたり、肌を冷やすことによって、もっと活性化して肌が丈夫になるし、肌があの新陳代謝が良くなるし、それからあのお化粧崩れも、夏の間は冷やすことによってお化粧崩れも防ぐことができるので、アイスキューブマッサージもおすすめしています、先生それはシミの部分にだけこう氷でこうくるくるとやる感じ、まあ、全体的にやっていいんですけど、特に毛穴の大きい、あの皮脂の分泌が激しいこの鼻の周りとか、はいはい、ここ大体三角地点ですけど、ここの眉間のところ、それから顎のところ、ここら辺はちょっと優しく押していただきたい。でずっと押しっぱなしがいいですかっていうと、そうすると、あの冷たいことによる、まあ、凍傷になりやすいので、それもちょっと、あの問題ですし、あのアイスパックみたいなのありますよね、製氷アイスのみたいな、あれでダメですか、水がポトポト落ちるの嫌だからっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、あれはまた冷たすぎて、やっぱり凍傷になりやすいのは、ちょうど氷が溶けて水と一緒にちょうど肌に残るぐらい、それをその水を入れてあげればまた、あの保湿も、あ、まあ、本当に湿度を与えることもできるので、アイスキューブマッサージ、冷蔵庫の氷、それ1個分でちょうどいいんです。それ以上やる必要はないんです。ないですか、でそれが一番いいと思ってます。でもまあこれからね、暑くなるのでちょうどいいかもしれないですね、そうですね、気持ちいいですよ、で冬の間もね、暖かい部屋で、まあ、あのそれをやるのもまたすごく楽しいです、いいと思います。あのそれで、まあ、どんどんねちょっとお話を聞いていきたいと思うんですけれど、先生さっきからね、化粧水っていう言葉が一つも出てこないんですね、なぜ水でいいと思われますか、その先生の方はこの帯に化粧水も美容液もいらないって書いてるんですけど、本当にいらないんでしょうか。いらないですね。あの化粧水の成分って成分表を見ていただくと分かると思うんですけど、99% 水です。ほとんど水です。化粧水の 99% も 99% ほとんど水です、あとにグリセリンだの保湿剤がちょこっと入ってて、もうしてるだけで、ほとんどが水なんです、でそれをわざわざ、あの買ってするよりも、日本のね水道水ってね、本当にね、海外に暮らした方はよくあのお分かりだと思うんですけど、香水なんかで本当にもう荒れちゃうのと違って、日本の水は本当に優秀な水で、綺麗な水で、あの汚染もされてない水なので、顔を洗った水分を残して、それをあのオイルで一緒になじませて入れてあげれば、もうそれで十分保湿、効果は出ると思ってます、わざわざ化粧水を使う必要は何もないと思って、なるほどですね。私もこれね、あの本を担当させていただいてから6000円の化粧水を使ってたんですけど、そうです、あの使わずに済むようになりました。その分貯金してそうですね、ぜひ皆さんも、試していただきたいなと思いますけれど、そうですね。でも先生のね、あの教室に通われた方、あの実は私写真を見せていただいたんですけど、皆さんすごく明るい感じだなと思ったんです。それって何なんでしょうか。そうですね、やはりね、あの、必ず綺麗になります。綺麗になると、女の人ってね、やっぱりねすごく前向きになるし、自信もできてくるし、こう本当に先ね、目を見て話せなかった人が目を見て話せるし、自分の主張もできるし、やだもう見ないでよこのシミこのシミを見てるでしょうとか思わなくて済むので、まあ、正面に人と向き合ってお話ができるし、自信ができてくるとやっぱり明るくなるし、なるほど、あの生き方も随分変わってくる人たくさん
さん知っています、うん、例えばね先生ちょっとここせっかく写真をご用意いただいたのでちょっと見えにくいかもしれないんですけどこの方の場合ってどうでした。この方は、はい、ここお鼻の下にシミがあったんですかね。そうですね、口の周りにこう、はい、あのすごくスポーツが好きな方だったので、はい、口の周りにこういうふうにこう、はい、ちょっとシミが あったんですね、はい、でこうだけど本当本当に綺麗になる。今もっと綺麗になってます。あ、そうなんですね。本当に綺麗にそのシミも取れましたし、はい、すごく綺麗になってます。シミが取れたことによってこう、ええ、顔つきも変わってきたっていうことなんでしょうか。そうですね。なんかこの方のお話だと、はい、5年なんですか運転免許証を取りに、はいはい、運転免許証を新しく更新に行って、撮ったら前の写真の方がもっと老けてたって、はい、年齢は、ね、撮ってるのに今の写真の方がすごく若かったっていう、はい、話を、もともとすごく元気な方なんですけれども、やはりそれは自信になると思います。自分が綺麗になるっていうことは自信になると思います。なるほどですね。でも先生すごいたくさんの、ね、方がいらっしゃる中で、こう綺麗になる人とならない人がいらっしゃると思うんですけど、その違いってどういうところにあるんでしょうか。教室の生徒さんは、みんな綺麗になられてるので、はい、もうこれね本当にもう10年近く前の写真で申し訳ないんですけど、はい、もう今ものすごく綺麗なのでビフォーもアフターも何もできないぐらい今もっともっと綺麗になってるっていう、感じなので、綺麗じゃない方はいらっしゃらないって言ってもいいぐらいだと思います例えばこのくすみ改善の方だと、はい、こう目の下の色がだいぶ綺麗になってると思うんですけど、はい、そうですね、血流が良くなっているのと、はい、それからやはりこうここのところが少し非硬化してたのが、洗顔をきちんとやっていろんなことをしないので、はい、どんどん透明感が出てきましたね、うん、で、これこっちは素顔でこっちはお化粧してんでしょって、はい、どちらかというとこっちの方がお化粧薄いんです。ファンデーションなんか薄いんです、はい、でもファンデーションなんか薄いのにすごくツヤがあってすごく透明感があるでしょ、はい、こちらはしっかり塗ってらっしゃるんです。こちらも、はい、だけど全然違うと思うんです。ツヤ、はい、ちょっとだけで十分綺麗になるんですね、うん、だからですね、まあなかなかこんな風にこう綺麗になられた方を拝見しているとなんか自分もね頑張りたいなっていう気持ちになるわけなんですけれども、先生はなんていうんですか、こう教室に来られる方は最初はどんな感じなんですか。やっぱみんな私って綺麗よと思ってくる感じなんですか。いやそうじゃないですね、はいはい、でまあ勧められたからって割合消極的なに、入ってくるいらっしゃる方結構多いんですけれども、はい、そのうちただメイクとかただ美容法っていうだけをやってるわけではないので、はい、やはりその方のお話を聞いたり、その方が心にあるものを吐き出したり、はい、そういうこともやっぱり美しくなるためには必要なので、なるほど、精神的にも随分変わって、はい、いらっしゃっていると思います。今ちょっとキーワードが出たのでぜひ伺いたいんですけど、はいはい、その外見をきれいにすると内面もきれいになるのかっていう問題があると思うんですが、はい、先生はどのようにお考えですか。はい、そんなもきれいきれいでお化粧しても、はい、顔のことばかり考えてって私はそんなの嫌だわっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、はい、外見と内面っていうのはもうリンクしてるんですよね、うん、で内面が充実して内面がきれいだとやっぱり血液の循環も良くなりますし、うん、目の色の目の輝きも違います。もう、大きな、講習会で全然、はい、生徒さんとは全然別個のところで、はい、頼まれて行ったり20人30人で行ったりするんですけれども、はい、そういう時に私はいいです、私はもうどうせそんなにもただちょっと誘われてきただけだからっておっしゃる方も、その方が綺麗になってお化粧をして、はい、ものすごく綺麗になるともう全然輝きが違ってくるんですね、だから女の人はそれだけで綺麗になることだけで心持ち、はいはい、
もう違ってく、人を受け入れる気持ちになって、うん、もう私はいいですっておっしゃったのが、でこれからあとはどういうことしたらいいですかって、はい、ちょっと人を受け入れる優しい気持ちになったり、うんうん、内面と外見はすごくリンクしてる、うんうん、と私は思ってます。じゃああんまりビジネス書とかを読むよりもまず美しくなる方が先なんですかね。私は必要だと思ってます。なるほどですね。あ、なるほど、ありがとうございます。そうですか。でもね、本当にあのこれ綺麗なになられた方が多くって、はい、すごくあの勇気を持つ内容だなと思うんですけど、はい、今日あの男性の方も何人かいらっしゃってるので、男性の方に向けたちょっと、はい、美容トークも少ししていただきたいなと思っております。はい、あの、男性はね、あの、まあ、ほとんどの方は、はい、あのお化粧をなさらない で、ね、顔を洗ったらそのままっていう方がいらっしゃるので、はい、それが、あのちょっとこの美容法をやっていただくと、はい、男性はもう本当に格段の差で、女性よりも、はい、あの差が大きいです。すごく綺麗になります。キメ、うん、も細かくなりますし、それからあの肌質も良くなりますし、うんうんうん、あのやっぱり老人になってくると、こう老人性のシミなんかがこうできてきやすくなるんですけど、はい、そういうのもやっぱり防ぐことができますし、オイルだから、もうまだ僕みたいにこういうふうに若くてニキビができてるのは無理でしょっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、うん、決してそうではないんです。やっぱり、あのニキビができてる方もできてない方も乾燥してる、うん、あのヒゲ剃り跡がこう荒れてる方もみんな皮脂が上手に出ないからそういうふうなことが出るので、ほんのちょっとだけでいいので、ちょっとつけていただくと、男性はもうますますあの女性よりも如実に変化がわかると思っています。だそうです。ぜひあの匂いがないのでね、はい、匂いがあるとどうしても、うん、あの女性のものを使ってるっていう感じがしますけど、本当に無臭なので、あのそういう意味では使いやすいオイルなんじゃないかなと思っています。なるほど。じゃあ先生おすすめとしては、まあね、最初椿オイルなんてっていう方もいらっしゃるでしょうか、うん、そういう方は、まあ、おひげを剃った後にこうちょっとこう塗るっていうので、うんうん、お試しいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日後半はですね、あのせっかくあの本にあのボディケアについて書いていただいているので、ちょっとあの紹介を先生にしていただきたいなと思っております。はい、あの全身にこうあの老廃物がたまると、まあ、むくむっていうのがあると思うんですけど、はい、先生はオイルを使ったそのマッサージで、はい、まあ、その辺は取り除けるという考えですかね。そうですね、あの、はい、リンパドレナージュっていうのもちょっと勉強してやっておりますので、はい、リンパの流れに沿って、あのマッサージをする、うん、あのなぜオイルをつけてマッサージをするかっていうと、それだけ優しくできるからです。はい、リンパって本当に皮膚のすぐ下にあるんですね。はい、でこれを強い力でやると、うん、それこそ皮膚を痛めるし、うん、リンパ管をかいて潰して流れなくしちゃうんです。なるほどな。でオイルを使うことによって流れを良くして、はい、あのスムーズに、うん、あの皮膚にも、はい、ラッピングできるし、流れも整えることができるっていうので、うんうん、お風呂上がりなんか一番おすすめですね。はい、あの濡れてる状態、やっぱりいつも濡れてる状態でオイルを使っていただきたいんです。なぜなら、はい、あのオイルを直接肌につけると、うん、皮脂腺がやっぱり退化しちゃうんです。もうオイルはいつもオイルをつけてくれるから、はい、わざわざ皮脂出さなくてもいいやっていうことになるんですけど、うんうん、あのオイルを、はい、水との、ちょっと境にしてオイルを塗っていただくと、皮脂腺に影響を及ぼすこともなく、それからちょうど化粧水をつけたような濃いようなでなくて、ちょうどいい感じにあのなるので、それで十分。なるほど。はい、先生、オイルだけだったらちょっと濃すぎるってことなんですかね。そうですね、ちょっとベタつきが残ると思います。で、あの水分と一緒に入れるとベタつかないで、ちょうどあのもうタオルで拭かなくてもちょうどいい具合に肌にラッピングできて、そしてベタつかない、絶対ベタつかないです、うん、オイルベタつくからっていう方いらっしゃるんですけど、全くベタつかないです。それはどこの椿オイルでも同じって考えて大丈夫ですか。まあ、あの純粋の椿オイルだったらいいですし、はい、それからあのやっぱり椿オイルといってもいろいろ混ざってるものもあるので、うん、椿オイル自体が原因がすごく高いので、うん、やっぱりお安いのはちょっと純粋とは言えないものもあるんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、それと精製して、うちのはあのちょっと精製をしてるんです、あの美容液があるの、はい、精製の仕方によって、うんうん、
あの椿織りの一番の弱点は粘度があるっていうこと、はい、ちょっとベタつくっていうことが粘りの度で、そうです、粘度があるっていうことが欠点なので、はいはい、その点は精製をすることによって、うちの、あの私が、あの、あの私のブランドとして持っているオイルは精製をしてあるので、はい、あのベタつくこともないです。なるほど、まあ、ちょっとね、その気になるオイルについては今日購入していただいた方はプレゼントしていただけるということですので、はい、まあ、お楽しみにしていただきますね、はい、じゃあちょっとお話がまた戻るんですけど、はい、先生すぐに今日できるマッサージ法ってありますか、うん、何か。そうですね、はい、あのお風呂上がりに、まあ、あの足からでも手からでも、はい、先からこう心臓に向かってちょっと、あのマッサージしていただくといいですし、はい、足どうしてもこう、はい、長く歩いてるとむくみますよね、そしたら、ここの、あの前面ではなくて、はい、このやっぱりふくらはぎのところが血液が流れているところなので、はい、ふくらはぎを外からこういうふうにこう包み込むようにして、はい、こういうふうにして上までやっていただいて、はい、後ろ、あの膝から下は後ろ、はい、で膝から上は今度は前の方をしていただくと血液リンパの流れが良くなって、うん、ここの、あのところに付け根のところに足の付け根のところに大きなリンパ節がありますので、はい、そこに流れが行くようになります、はい、だからお風呂上がりにそういう風にして、はい、外からやって内側からやるって言ってここまで入れてあげれば足のむくみも取れますし、うん、あのいいかと思います。先生ちなみにさっきあの濡れた状態でっておっしゃったんですけど、はい、下半身が濡れた状態だとちょっと寒いかなっていう気もするんですけど、あのね、さっさとね塗っちゃうんですね。さっさと塗る。そうすると、はい、あのかえって湯冷めしないんですね。その、うん、そこであの放熱しなくなるので、オイルでラッピングすると熱が逃げていかなくなるんです。蓋をするっていうイメージですかね。そうですね。熱が逃げていかなくなるので、うん、全身にパーッと私たちはこういう風にして、はい、手も足もこのお腹も、うん、まあ胸も全部やって、うん、そしてもそこで、うん、あのバスタオル使わないでも全部、はい、そこの体についている水分とお湯を一緒に混ぜて全部ラッピングするので、湯冷めしたことはないですね。ないですか。あのそれはもう本当に赤ん坊でも同じです。赤ん坊も全部それでやって、あの風邪をひくこともないので、あのそれはもう本当にいい方法だと私は思ってます。そうなんですね。ちなみにね、ちょっと今日お話ししようかどうか迷ったんですけれど、あの先生のすごくおっぱいが魅力的なんですね。あの私は見たことはないんですけれど、あのなんていうか銭湯とかに ね先生行かれるとすごくこう張りが、あ、そうですね、張りがあるっていうふうにまあ言われるらしくて、まあ、そのマッサージ法も、ね、はい、あの本の中に書いていただいたんですよね。そうですね、あの、はい、こう外から内側にくるくると、はい、あのそれはね、何がいいってね、はい、あのやっぱり乳がんの発見、はい、あのここら辺にやっぱりできたりしやすいので、うん、こうやってしこりってことですか。しこりですね、はい、毎日自分でそうやって胸の周りをこうやってやってると、はい、あのそういうものにも発見しやすくなりますし、うん、なるほど、やっぱりあのだんだん下がっていくものなので、うんうん、毎日そうやって、うん、あの形状記憶で上がっていくのよって落ちちゃダメなのよってちゃんと言い聞かせて胸も、はい、あのやってると、はい、あのそれだけ落ちないで、うん、なんとかあの保っていけるんじゃないかなと思ってます。なるほどですね。ちなみに先生ってご自分のお体を触るときにどういうことをお考えになって触っておられるんですか。はい、やっぱこう綺麗になる綺麗になるっていう感じ、まあ、そこまでは考えてないんですけど、はい、何しろ忙しいので、早く次のことをしなきゃっていうのがあるんですけれども、はい、ただあの、うん、ちゃんと、うん、あの本当にあの確かめてますね。確かめる、自分の、うん、あの、はい、あの変化っていうか、そういうものは必ずあの、うん、風呂場に大きな鏡必要なんです。それは別にね、あの、はい、あのそんなモデルじゃなくても普通の人間でも必要なんです。そうするとね、はい、自分の変化っていうのが分かるんです。あの、うん、この血管が出てきてるとか、それから、まあ、はい、中のところにあるとか、やっぱりちょっと、はい、肉もそうですけど、はい、肉だけではなくて、やっぱりそこら辺にこう異物感があったり、うんうん、あのちょっとここら辺の膨らみがあるって、うんうん、それがやっぱりいろんな腫瘍だったりすることもあるので、ね、自分の体をちゃんとしっかりと、はい、嫌でも、うん、もうこんな体見たくないって思わないで、はい、しっかり自分の体を確かめるってことは、はい、あの健康の上で必要なことだと思ってます、ね。はい、なるほどです。先生、それって年齢は関係ないですか。関係ないですね。20代でも、うん、こう50代でもいつからでもやった方が、はい、そう思ってます。なるほど。それであの、はい、いやでもあの、見られるように、はい、あの大きな鏡を置いてます。ちなみにどれぐらいの鏡を置いておられるんですか。等身大の鏡を置いてますね。あ、そうですか。はい、それをお風呂場に置いて、はい、置いてますね、必ず。
置いてます。うん、じゃあ全身をこうくまなく見て変化を知るっていうことが、そうですね、美の第一歩。そうですね、あんまりひどくなりすぎたら、はい、そしたらちょっとそこら辺でちょっと運動しようとか、やっぱり思うでしょ。それも必要ですもんね、はい、あんまり見にくくなったり、見にくいっていうそういう美醜だけの問題じゃなくて、はい、やっぱりこういろんなここに重りがかかってくると膝に、うん、負担がかかったりって、はい、健康の方に関わってくるので、うん、やはりそれは必要じゃないかなと思ってます。うんうん、なるほど。先生、それは男性も同じなんでしょうか。同じです。同じですか。はい。じゃあぜひ男性の皆さんも全身を見ていただいて、はい、今日からね始めていただきたいなと思いますけどもね。はい。じゃあ先生、この本をね、はい、出されて、はい、どうですか。2週間ぐらい経ちましたけども。そうですね。はい。私はすごくこの美容法に自信があって、10年もやってまして自信があったんですけど、まあ知ってる人、やってくれる人、信じてくれる人だけがやってくれればいいかなっていうふうに思ってこの10年間したんですけれども、本を出したことによっていろんなところからお手紙やメールとかいただいて、すごく悩んでましたとか、目から鱗でしたとか、お手紙いただいて、本当に津々浦々まで届くといいなって思ってます。で、椿オイルっていうものをもうちょっと理解していただいて、はい、せっかく日本にあるこんなに素晴らしい、オイルをもっと日本人が理解して使ってあげることにつながれば、日本の産業を起こすことにもなりますし、そしてみんなが健康で美しくなって、はい、っていうそういうもう二重三重の効果を生むんじゃないかなっていうふうに思ってます。なるほど、はい。でもあれですよね、こう私も先生とねご一緒させていただいて思ったんですけど、はい、先生のオイルはもう国産のみなんですよね。はい、それはなんかね、こだわりがあって、国産のみにしてますし、今度その長崎県とのコラボレーションでこの本も出させていただいたんですけど、はい、五島のにこだわっています。それはもう最初に別に五島の椿オイルをしようと思って しようと思ったわけではなくて、いろんな、はい、地方のオイルを取り寄せて、うん、これって思ったのが五島の椿オイルだったんです。そこからのつながりがありますし、で五島の椿オイルは手摘みでやってますっておっしゃってました。で手摘みでやるってことは、はい、落ちた実だったり、ちょっと時期が過ぎた実だったりすることがなくて、一番着火に必要な時の実を取って、それをオイルにしてるわけなので、私は純粋なオイルが、より良いオイルが、取れてると思っています。なるほど。ちなみに匂いもしないんですよね。そうですね、私もすごく匂いがするのかなと思ってたんですけど、そういう意味では精製をしてますので、椿オイルの匂いはちょっと薄くなってると思います。それだけサラサラの状態にするために精製をすることによって、ちょっと匂いもほとんど無臭の状態になってます。そうですね、結構ね匂いが気になるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、その辺もね安心そうですよね。それではですね、はい、そろそろ質問に入ろうかなと思ったりするんですけれども、よろしいですかね。はい、はい、よろしいですか。はい、そしたらですね、譲り合いましたけれども、Q&A のコーナーに入りたいと思います。今日先生せっかくお越しいただいてますので、何かこう美容法のことであったりですとか、椿オイルのことであったりですとか、何か質問がありましたら、ぜひ挙手をお願いしたいと思います。どうぞ。ね、ちょっとやっぱり緊張しますよね。どうぞ。ちょっとね、大丈夫ですかね。じゃあちょっと私が伺いたいことがありますので、はい、じゃあ引き続き伺っていきますね。はい、ですね、美しくなるっていうことはどういうことなのかっていうことを、先生にこの本を通して何度も教えていただいたんですけれども、改めて皆さんにも先生のお考えを教えていただけますか。はい、美しくなるって、私ね、この一番こだわったのが表紙 の、はい、裏表紙に書いてある、はい、言葉で、私 の、はい、友人 の、 あ、 コピーライターの方が作ってくださった、ね、美しい人は美しく生まれるのではありません、美しくなるのですっていうこの言葉なんです。はい、それはね、
あなたは美しいからいいわよって、もともと綺麗なんでしょ、私はもうそんなのもどうでもいいのよっていう方結構いらっしゃるんです、はい、そうじゃないんです。人間誰でも美しくなれるんです。でそれをそういうことを頑張ってやってれば前向きになれますし、生き方も全然変わってきて、はい、その人の生き方が強くいられると思うんです。強い生き方ができると思うんです、はい、前向きになれる、うん、なれますし、うん、でまあ、そのことでね、この前のことをちょっとテレビを見てましたら、山野愛子のなんか生涯をやってて、はい、山野愛子が なぜ美容家を志したかっていうのは、うん、その焼け跡の中でもう何にもない状態で女性がね一生懸命髪を整えて水くるをしてたって、女性ってねやっぱり美しく、うん、なろうとすることで生きようとしてるんだって、うん、そういう風にして自分もその道で進もうと思ったっていう、うん、私ねこれすごい感動しました。私もね、はい、やっぱりねどんな状態でもいいんです。どんなにねそんなに恵まれない状態でも、うん、その自分の与えられた状態の中で、うん、なんとか自分を、うん、美しくなるということは自分に優しくなることなんです。自分を大切にしてあげることなんです、うん、自分を大切にしてあげる、自分の、うん、もうね手が荒れてるかもしれない手をして、うん、でもそこにちょっと塗ってあげて自分に、うん、自分の手を優しくしてあげる、うん、自分を優しくしてあげれば、うん、その手を見たら自分はもうちょっと頑張れるって、うん、生き方も変わってくると思うんです、うんうん、美しくなることは強く生きられることだと思ってます、はい、なるほど、ありがとうございます。実はね私この本の後書き、はい、エピローグがすごくもう本当に涙が出そうになったんですけど、はい、ちょっと先生この話をしていただけますか。はい、はい、私、うん、本当にただ趣味でじゃないですけど、うん、まあ、教えてって言われて美容のことをやってたんですけど、うん、これ一番エピローグに書いてるんですけど、うん、私がこれをもっとしっかりやろうと思ったのには、うん、一人の生徒さんっていうか、うん、もう 何回かしか生徒としていらっしゃることできなかったんですけど、はい、方との出会いがありました、うん、その方はね、うん、末期がんの方でした、うん、でもうねダメって言われて、もういろんな方法を試してたんです、うん、もういいと言われることは食事療法も断食もして、はい、何もお酒も断って何にもして、うん、全部断ってらしたんですけど、うん、はい、もう全部それをやめて、はい、一回きれいにしてあげたんです。その方が見えてもうどうせ私はダメだからっていうのに、きれいになったら私ね頑張ってみるって、もうちょっとね、うん、やりたいことをやってみるって言われて、きれいになったっていうのはメイクを先生がされたってことですね。そうです、うん、はい、もういろんなことも吐き出されて、うん、もう自分の抱えてるいろんな自分がどれだけかわいそうな人間かっていうことを、うん、もうどん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 言われてたんです、うん、でも私はただ黙々とその方をきれいにしてたんです、うん、で出会っそれで仕上がって、はい、自分の鏡を見た途端に本当にね、うん、もう瞳が輝き出したんです、うん、で綺麗になるってこんなに人を変えるんだと思うぐらい、うん、その方が私もこれから人を恨むのはやめるって、自分のやりたいことをこれからはやりたいって、うん、それで何をやりたいんですかって言ったら、うん、海の見えるところに住みたいっておっしゃったんです、うん、じゃあ今すぐ探しましょうって言って、はい、お家を探して、はい、で6日間でした。その方新しいお家に住んで、うん、6日目に本当の笑顔で亡くなりました、うん、で約束してたんです、死に化粧私がしてあげるって。だその死に化粧もね、うん、本当にね死んだ人の肌ってね表面と、まあこうボヨボヨ、もうちょっとすごくやりにくいんですけど、うん、本当に綺麗にね私の筆を受け止めてね、うん、綺麗にね仕上がったんです、うん、そしたらね普通まあまだ50代で亡くなったのでみんなかわいそうにっていらっしゃるじゃないですか、うん、でかわいそうにもう亡くなったのねって言って、うん、その方のところに来て、うんうん、そしたら泣くよりもね綺麗って言うんですよ、みんななんて綺麗なんでしょうって言うんですよ。そしたらね、その方がいいと思いますね、死んでなんかこうかわいそうにって泣かれるよりも綺麗って言われて、死に顔を見て綺麗って言われてだね、本当にねみんな泣かないで、ね、綺麗ね綺麗ねって言うんでね、そういうお葬式でした。で私はねこの道頑張ろうと思いました。自分の気が済むだけのことじゃなくて、うん、もっとたくさんの方に、うん、笑顔や生きがいを与えられるかもしれない、うん、私のこれが仕事なのかもしれないって思いました。うん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 、
まあ、そういうことです。 ありがとうございます、はい、でも先生その綺麗になるためには、はい、こう素肌が綺麗じゃないと、そうですね、うん、そうですね、あのすごくもう何にもしてない方にメイクするの大変なんです。最初に一生懸命その方の流してあげて、はい、その方のちょっと角質を取ってあげて、うん、マッサージしてあげて、うんうんうん、それから綺麗にするんですけど、はい、あのねメイクってね、うん、あの必要なんです、うん、やっぱり自分が変わるんです。眉を一つ描いて、うん、ちょっと今日は落ち込んでるから眉太く描きましょうって、うん、あのちょっと顔色悪いから口紅をちょっと濃く描きましょうって、濃く、うん、あの明るくしましょうって、うん、お化粧ってすごく必要なんです。でもねお化粧ね肌が荒れたりね肌が、うん、あのくすんだりしてるとねただただ厚化粧になっちゃうんです、うん、ファンデーション厚塗りしてもうシミを隠して、うん、隠して隠してのお化粧になっちゃうんです、うん、でもね肌をきれいにして流れを良くすると、うん、もっともっとあの薄いお化粧でも、うん、本当にきれいにできるんです、うん、でね椿オイルをねあのでナチュラルな商品じゃないですか、うん、でこれナチュラルな商品なのに、うん、メイクってどうなのってやっぱり思われる方もいらっしゃると思うんです、はい、あのそういう自然のものを売ってるお店の方ってみんなあの素顔でバンダナ巻いて、うん、あの売ってらっしゃいますよね。でそういうのがやっぱりナチュラル化粧品の売りだと思うんです。でもね私はね、うん、それもありだけれども私はねメイクが映えるための肌にするためにナチュラルな、うん、あの一番近いところはナチュラルなもので肌を整えたいと思ってこの椿オイルをおすすめしてるんです、うん、ちょっとだからあのイメージが合わないなと思われる方もあるかもしれませんけれども、はい、そういう思いでこの椿オイル美容法をやっております。あ、はい、あのすごく先生の熱が伝わってきたんですけど皆さんもキャッチしていただけましたでしょうか。ね、本当に、ね、最後 の, そ の, あのお亡くなりになった方のエピソードは印象的で、はい、すごくそのメイクが人を変えるんだなっていうことが分かりますよね、はい、でさらにその素肌を作るためにはこの椿オイルという、はい、あの素肌に近い皮脂に近い成分を使ってやることが本当に肌にとっていいんだなっていう。そうですね、いろんなアレルギーっていうか、はい、いろんな化粧品かぶりをしてたっていう方が、うん、この美容法に変えて他のものをつけなくなったら、うん、かぶれることもなくなって、うん、メイク用品は何でも使えるようになりましたって方が結構いらっしゃるので、うん、あのそれはもっと有効なんじゃないかなって私は思っております。そうですね、ありがとうございます。まあ、あの先生ご自身でもあの椿オイルは作っておられますけれども、はい、あの市販の椿オイルでもあの全然よろしい、はい、ということなんですね。いいと思います。あのすごく、はい、あのちゃんと作ってらっしゃる方、うん、あの業者の方いらっしゃるので、はい、ちゃんとあの日本の国産 の,、うん、あの椿オイル、ヤブツバキから搾られたオイルを 100% のもので、うん、あのちゃんと作ってらっしゃる方いらっしゃるので、はい、どんなものでも構わないと思います。ただ本当にね原油は高いんです、うん、だから安いオイルは、うん、椿オイルではないかもしれないので、うん、そこら辺を お気をつけになった方がいいかもしれないですね、うんうん、ちなみに先生安い高いのをこう判断はどのようにすればよろしいんでしょうか。そうですね、はい、まあ、1000円前後ではちょっと難しいと思います。やっぱりあの 本物 の,、うん、あのオイル、椿オイルではない可能性はあります、うん、なるほど、なるほど。じゃあ先生最後にですね、はい、あの今日あのこの後本をお買い求めいただいた方はあの通常だとあのウェブにアクセスしていただいてそこからあのサンプル、あの椿オイルのサンプルをあの請求するっていう形になるんですけど、まあ、今日は買っていただいたらまあ差し上げるということですよね。じゃ あのすぐに受け取った方が今日から本番からできる、はい、何か方法はありますでしょうか。はいはい、まあ、まずはあの、うん、今日お渡しするのはその、うん、はい、うちはの2種類の美容、あの椿オイルを、うん、あの使用してやってるんですけど、はい、その美容液タイプの椿オイルを、うん、あの今日サンプルを差し上げることに、してるので、はい、あの顔を洗った後に、はい、あの顔を洗った後に水分を残してそのオイルをずっと入れていただく、はい、またはお化粧下地にも使えますので、うん、はい、あの朝あの顔を洗ってそれをつけてそれからメイクをするっていう風に使っていただけたらいいかなと思います、うん、なるほど、文字通りこうお肌をプロテクトするというようなイメージですかね。はい、わかりました。じゃあそろそろお時間かと思いますがよろしいでしょうかね。はい、じゃ あのこの後あの本をお買い求めいただいた方はサインをしていただけるんですかね。はい、なのでもし質問があったらその時にぜひお寄せになってください。はい、はい、ありがとうございました。改めまして本日のお客様
カレーと西村さんでした。どうもありがとうございました。